皆さんこんにちは、コークスマイルの時間です。今回はですね、昨日家族が買ってきてくれたスクイーズを今回は紹介したいと思います。お久しぶりでございます。覚えててくれたかな。では早速紹介したいと思います。こちらがやばかった、ばばばばばーん、じゃじゃん。こちらのですね、マザーガーデンのビッグのねパンです。これわかるかな、価格がめちゃくちゃねすごい高価、1580円っていうね、めちゃくちゃ高いんですよね。あれってそれぐらい気持ちいいらしいんで、開けていきます。こんな感じ、これねプリントされてますね、袋に感じでは開けます。では早速触っていきます。嬉しい、これ本当に美味しかったから。ババババパーン、やばい。これこんな感じ。うん、なんかこれ、これやばい、あれだ、あのバターブレッドローフですね。バターブレッドローフの匂いがします。こんな感じです。では早速ね触るんですけど、こんな感じわかるかな。もうちょっと触っといて、この手半。では触ります。わー、低反発、めちゃくちゃ、こんなにでかいのに低反発なんだ、すごい。バーバーって感じ。もにょもにょ、これ気持ちいい。なんでチョコっぽい匂いなのかな。あれ僕チョコの匂いで持ってるから、てか匂いはほとんど一緒。なんだよこういう匂いがするの。うん、パーッ、音はしないかな。気持ちいい、こんな感じです。すごく気持ちいい。しかもこれ枕にして寝たら絶対気持ちいいやん。こうやっておやすみっていう、すごいね、これ最高な触り心地です。これ、ね、多分ネットとかでも買えるんだと思うんで、ぜひ皆さんね、これマザーガーデンに行った機会とかネットで買う機会があったら皆さん買ってみてください。では今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、また見てください。